こんにちは、エリスモテヤスチャンネル委員長の林です。今日はね、まあ一応一通りのこと話をしたんだけれども、まあ言ってるとキリがないので、今回一回一回切ろうかなと思ってるんですけれども、脂肪冷却系のことについて説明しようと思ってます。よかったら参考にしてください。どうぞ。こんにちは、ゆりしすもてやしチャンネル院長の林でございます。今日のテーマはこちら、噂のエステ機器、冷却系、まあ脂肪冷却系って言った方がいいかな、脂肪冷却系。これなかなか難しいんだけどね、ちょっとね、脂肪冷却、まあメーカー名言っちゃいけないかな、やっぱり。もともとアメリカのカリフォルニア大学だったかな、どっかのところの、論文かなんかにあったんだけど、脂肪をマイナス5度ぐらいにこう凍らせるというか、こう冷たくさせると人間の体の中で異物と認識をして体外に排出、自然排出してくれるという報告書があります。研究論文がね。でこれをもとに人間の体をマイナス5度まで下げていけば細くなるじゃないかということが分かってきました。HIFUと違って冷却系ですので、筋肉をマイナス5度に冷却しても、やけどとは違うので大丈夫だって言われて安全だと言われているんですけれども、私はこれを見た瞬間まずいなと思ったことがありました。それは何かっていうと、マイナス5度だからいいんです。マイナス10度とかにすると凍傷になります。わかります？登山やって凍傷になって鼻がもげちゃった、耳が取れちゃったって人って知らないかな？そういう人いっぱいいるんですよ。でも凍傷はダメなんです。で凍傷の境目はだいたいマイナス5度です。私たちも運動でスポーツしてるピッチャーと、プロ野球のピッチャーで大リーグの選手って、ここにぐわーっとこう氷とか入れてこれアイシングしてるでしょ。あのアイシングってなんでアイスなの？なんで氷なの？どうして保冷パックじゃないの？っていう人いるんだけど、保冷パックダメですからね。なぜなら保冷パックの温度を直に貼っつけたら凍傷になっちゃうからです。つまり凍傷はダメなんです。でこの凍傷を引き起こす可能性があるので、必ずこのつまんでここで挟み込んだところの中の脂肪がマイナス5度になるために、薄く絞り上げてマイナス6度7度ぐらいまででギリギリのところで止めてるんだと思うんです。6、7度で行き過ぎじゃねえかなと思うんだけど、まあ5度、マイナス、まあ100分ってマイナス5度にしときましょう。それで5分とか10分とか置いとくと中までマイナス5度になるから脂肪がなくなってくれる。これは間違いなく、いわゆるエビデンスが存在するので、日本人に効くかどうかっていう、まあエビデンスまであるかはわかりませんけども、まあ決してダメではないと思います。ただ、問題点がいくつかあります。一つは、お腹をギューッとこうやって挟んだ時に、この挟んだ分厚さが厚ければ厚いほど、触ってる部分はマイナス5度だけど、中までマイナス5度になってる可能性があるかっていうことです。それからもう一つは、これをギューッとやりすぎて頑張って薄くしなきゃいけない。マンモグラフィーじゃなきゃ、ガーッてやらなきゃいけないわけですから、それをやりすぎたことによって、毛細血管が切れて青あざだらけになってるお客さんがものすごい多いの。だからこれによって、うわーってやって青あざになって、でも痩せるからしょうがないや。さっきも言って、これ障害剤。でね、あんまり毛細血管同じとこ何回も何回も切るのって本当に良くないんですよ。でそういうこともあるので、僕はもう絶対におすすめしないっていうのが本当のところ。でも冷却系は効くんだよねって人も中には本当にいらっしゃるのね。だから自分でやってみて、まあそうね、まあ何回で効果が出るかっていうのはそこは甚だ疑問なんだけど、まあ3回4回やんなきゃダメなのかな。でやった一気は減らないです。あれはね、1週間ぐらいかけて排出していくから。でもさっき言って排出していかなきゃいけない。だからさっき腎臓が弱い人はダメで、流れが流れない人もダメだ。結局こういう機械って何でもそうなんだけど、流れて出てくれる体ができてないとダメなのよ。なので、僕としては脂肪冷却、ちょっとね、まあこれが効果がある人だったら何やっても効果あんだよ、本当のこと言ったら、雑把な表現すると。なので僕的には脂肪冷却だけに頼らなきゃいけない事情っていうのは果たしてあるのかなっていうのはありますね。まあやるとしたらどこなのって言ったら、多分お腹とか太ももとか二の腕なんだろうなとは思うんだけど、
何個か実験はしましたけど、僕は正直言ってあまり効果がなかったです。はい、他のサロンさんすいません、自するつもりはないんですけどね、機械の値段の割には効果はないと思ってました。はい、以上でございます。またよろしくお願いします。失礼いたします。